アリスター・ラルフスは、カナダのプロレスラー、ニューファンドランド島、プラセンシアワン出身。ニューファンドランド島、プラセンシアワンで生まれ5歳の時に、オンタリオ集団ビルに引っ越している。その後同州内のウィンザーへ移動、ウィンザー大学へ進学するが、金銭的な問題で退学している。ラルフスは、スコット・ダ・モールのキャン、アム・レスリング・スクールでトレーニングを開始し、2001年に、 ダモールが主催のボーダーシティレースリングでデビューしている。3年間はアンダーカードで出場、リングネームを A-1 に変え、生意気なヒールとしてジョニー・スウィンガーと活動をしていた。2004年12月には D ・ロ・ブラウンを破り BCW ヘビー級王座を獲得している。2005年7月にボビー・ルードにヘビー級の王座を奪われるまではジム・ナイドハートや キングコング・バンディといったベテランレスラーを相手に防衛戦をしていた。2004年6月にティネでサブウーと対戦し、翌年3月に再びティネに参戦、チームカナダに加入し、加入後はチームカナダと行動するようになる。2006年5月の PPV はレーベンと対戦している。6月にチームカナダが解散するとティネへの参戦が散発的になり、 PPV のプレショーにしか出場しなくなっている。しばらくは、ジョバーとしての役割が強くなるが2007年2月に解雇されている。その後、自分のホームページで引退を表明した。6月に、ニューブランズウィック州、サックビルのグランプリレスリングに登場している。また、2008年には、オンタリオ州オタワに拠点を置く、ユニバーサルレスリングアライアンスにて、 A1 のリングネームで出場。2015年1月20日、ボーダーシティレスリングに参戦。ザグレート、サナダとタッグを組んで、ジョー・コールマンジョードーリングと対戦して勝利した。ありがとうございます。